それは不思議な力を持つ筆。世界にあるものを消す。そして消されたものを描いて直す。魔法の筆片手にミッキーが大冒険。ディズニーエピックミッキー、ミッキーマウスと魔法の筆。ウォルト・ディズニーの最初のアニメーションスター、オズワルド。そしてみんなの人気者、ミッキーが出会った。二人はライバル？それとも友達？忘れ去られたキャラクターたちの世界でミッキーが大冒険。ディズニーエピックミッキー、ミッキーマウスと魔法の筆。